こう判断していきたいというふうに話していました。まあ、このようなコメントを聞いて、お、今アイスバックスゴール前一直線、ポストに守られましたね。今決まってないビデオですね。はい、今ちょっと分かんないですね。はい、ゴールです。あ、ゴールが決まりました。どうかの基本を大事にこうシンプルにシンプルにプレーをするということを心がけたと話していました。あ、決まりました。2点目、横浜グリッツゴールです。さあ、ここリプレイですね。パスがうまいんですよね。この藤沢監督としてはこう、ね、この若手選手にもこう今ゴール前危ない、ぐるっと回って入りました、ね、あ、入りました。今横から滑り込むように横浜グリッツ3点目が決まりました。ゴールをぐるっと回るようにこのシーンですね。この横から入れ込んでいます。神田選手が決めました。ディフェンスの選手ですね。ここからいいですよ、一回回したいですね。寺尾選手センターに返して相馬シュート選手が打つ、入った、決まった。アイスマックス1点取りました。もうシンプルなんですけどね、自分で入れようと思ってなくて、あのゴール前に出口選手いたんでそこに合わせるようなシュート制度パス横から、いやー、いい動きなんですけどね、あのキーパーとしてはすごい嫌な、そうですね、相馬選手、おい、決まった、出口選手ですね、またここ相馬出口、相馬出口ライン、いや、本当ですね、はい、これパスなんですね、ここですね、大野選手がクロスに出してこれだと普通シュートって思うんですよ、はい、それをあの出口選手に合わせて、はい、ペナルティーボックスに入っています。アイスバックスキルプレー、横浜グリッツパワープレーに入っています。打ってくる、入った、決まりました、横浜グリッツ4点目。今をさあ、ここから、あ、そうですね、相馬選手とその間ですね、はい、ここからだと見えやすいかもしれないですね。確かにこう重なってますね、見えにくい、そうそうそう、こっち側なんですよ。わあ、2対1ですね、これピンチですね。シュート打つ、決めた、横浜グリッツ5点目を挙げました。さあ、このシーンです。ここ脇から打ってくる、残り時間10分ちょっと、3点を追いかけます。合わせろ、決まりました、見事に決まった、出口選手、出口選手のまたゴール前触りました、シュートが決まりました、ハットトリックですね。プロ選手一旦戻して、これで決まります。いや、完璧なチップでしたね。出口選手今日ほぼチップで3点ですからね。そうですね、ここから出口選手当ててますね、はい、シュート、うまい、うまい、うまい、磯貝選手の足に当たりました。さあ、磯貝選手ゴール前打っていく、入った、入った、磯貝選手ゴール、4点目です。アイスバックス1点差となりました。いや、これよく走りました。磯貝選手相当疲れたと思うんですよ。ここからシュート、いいタイミングで打ちました。伊藤選手ゴール前フリーですよ、ゴール前フリー、最後です、打つ、あ、決めた、決まりました。アイスバックス同点弾叩き込みました。さあ、ここで同点となりました。残り5分半を切ったところですが、はい、ここ、はい、スライドですね。古川選手の、古川選手はあのポストから出てきたシーンだったんで、はい、後ろ、ここですね、そうですね、ちょっと、さあ、現在2分を切れました。磯貝、まあ、選手、磯貝選手が踏ん張っている、おお、シュート、磯貝選手、すごい、決まった、すごい、追加点、体勢を崩しながらのシュートでした。すごい、粘りですね、このシーンですね、ここ、いやいや、久々に体勢を崩しながら、すごい、そしてバッカのスティック折れても、お、相手折ってますね。いや、体すごいですね、すごいバランス力でもありますよね。なんこれで残り30秒、さ、アイスバックス走れば間に合う、走れば間に合う、お、ここエンティーゴールになるか、磯貝選手決めた、7点目、これも軽く、さあ、アイスバックス今勝敗が決まりました。